ドルって毎日が刺激的よね。それともこれはナムコプロだからなのかしら。私アイドルになって正解だったのね。だってこのセクシーさを活かせるぴったりの仕事だもの。ありがとうプロデューサー。これからも仲良くやっていきましょうね。アイドルババコノミは表の顔、その正体はセクシースパイコノミなんてどう？どう？私のセクシースパイ姿、セクシーが溢れて止まらない感じじゃない？でしょ？さすがねプロデューサー、私の衣装にこれを選ぶなんて。ありがとう、そう言ってもらえてほっとしたわ。私としてもこの衣装を着こなすために何度もシャドーセクシーで練習してきたのよ。ほら、シャドーボクシングってあるでしょ。そのセクシー版っていうかイメージトレーニングで、鏡の前で鏡の中の自分に負けないようにさらなるセクシーポーズを取り続ける特訓なの。そうね、日々精進。でも今回の撮影もう一セクシー欲しい感じがしてきたわ。チラリズムとの合わせ技でダブルセクシーでもいいけど、プロデューサーどう思う？そうね、だったらプロデューサー、あなたの悪事もここまでよ。手を挙げなさい。スマホに保存されたアイドルたちの隠し撮り、もう警察に提出したわ。さようなら、バキュン。ノリがいいわね。演技はちょっと大げさだけど、どう？スリリングだったかしら。それならよかったわ。本番もこの調子でみんなを魅了してみるわね。